皆さんこんにちは、サクヤです。さあ今回は原神、いよいよリリースされました、PC 版と PS4 版と、まあ、iOS、Android で後にスイッチも予定されているゲームなんですけど、まあ、いわゆるガチャゲーなんですけど、まあ、オープンワールドで RPG ということでちょっとね面白そうなのでやってみようかなと思います。つまりお前たちは世界の外から漂流してきたのか？お前たちがそこから離れて次の世界へ行こうとした時、見たこともない神がお前たちの前に現れたと。よそ者、お前たちの旅はここまでだ。誰？この天理の調停者がここで人の子のおごりに終焉を。はい、ということでまずね主人公、決めますってね。この時点ではねちょっとまだパソコンでマウス操作なんだけどね、この左の女の子が蛍で右が空です。でね、選んだ方は自分でオリジナルの名前をつけて遊びます。ただね、一応フルボイスなんだけど旅人さんって呼ばれるんで、旅人ってつければ字幕的には違和感はないかなと思うんですけど、まあ普通に名前つけましょう。そうだな、普通につけよう。じゃあ、いつもの名前で、まあ、男女兼用なんでね、これでいきましょう。こうして見知らぬ神が私の兄空を連れ去っていった。そして私も神に封印され本来の力を失うことになる。あまたの世界を乗り越えてきた私たちはここで囚われの身となった。果たしてそれから何年経ったのか私にはもうわからない。でもいずれ必ず突き止めてみせる。目覚めてからずっと一人でさまよってた。2ヶ月前あなたと出会うまで。おう、あの時お前がいなかったらオイラはもうとっくに溺れ死んでたからな。だからオイラも案内役頑張るぜ。そろそろ出発の時間だ。行こう。はい、ということでね、このゲームね、設定がね、いちいちね、これ変えなきゃね、なんか、起動するたんびにこれね、戻っちゃうんでやんなきゃいけないですよね。ちょっとめんどくさいんですけど、あと一応これカスタムで一応ね、設定的には良さそうにしています。ただ、レンダリング精度だけはちょっとね、どうすればいいのかわかんないんで、デフォルトなんですけど、まあ一応良さげな感じにしてます。じゃあやっていきましょう。マウスホイールはないです。はい、こんな感じね。ダッシュと回避。で、最初はね、まだ飛べないんですけど、後で飛べるようになります。てか、飛べるというか、滑空かな。で、敵倒して出てくるアイテムとかは、自動で拾わないので、四角ボタンを押しながら拾っていきます。あいつ早いんだよね、行くのかな。で、ショートカットルーレット。さあ、これで、まあ、追いかけると。
あ、オオトカゲ。なんか取ったね。リセマラするときはね、ちょっとね、ガチャ引ける ところまでで、ランク7になるまでできるんですけど、まあ、紹介できたら、後々やろうかなと思います。登っていくか。登るにはスタミナを使う。回復には時間が必要だ。あ、で、バックを開く。ルートを決めたら出発だ。目指すは、七天神像。来ましたね。バックね、とりあえず今んとこ何もないです。後からね、あの運営の通知からアイテムもらえるんで、それでガチャ一応引けます。この世界にいる七柱の神のうちどれを探してるんだ。むしむしと、はい、よし。一応キノコとかねちょいちょい落ちてるんだけど、まあ、あれ料理とかに使うのかな。ただ料理システムがね、要は満腹だと食べれなくて回復できないんで、まあ、いわゆる竜が如くと一緒かな。確かね、なんかオートで追跡するのがあるとかなんとからしいんだけどね。最初は飛べるのかなと思って飛んだら落ちたからね、普通にね。像は七神の象徴としてこの大陸に点在してるんだ。七つの元素の神のうち、これは風を司るものだな。お前の探してるのがこの風の神かどうかは知らないけど、風神の領地に連れてきたのにはちゃんとした理由があるんだぞ。さあ第一章ね、任務は詳細で確認しろと。ここじゃないかな、任務これか。じゃあこんな感じでついていきましょう。マップピン打てんのかな。ドアは歌となり、風と共にその中にきっとお兄さんの情報があると思うんだ。もちろん神が答えてくれるかはやってみないとわからないけどな。よし、急ごう。ふっせふっ。剣浮いてるんだな。まあ、ダッシュはL3とかでもよかったなと思うんだけどね。まあ、こういうゲームやるとね、違うゲームやった時にその。コマンドにね、戸惑ったりするんだよね。これ、あの、スタミナつけたら溺れるらしいです。溺れんのかい。さあそんな感じでマップを開放ということで、さあ結構広いんだろうね。縮小、ああ縮小、今んとこはここまでか。こっちにもあるからね、まあ後々出てくるのかな。結構広いマップだと思います。どうだ、この世界の元素を感じたか。どうやらお前は心臓に触れるだけで風の元素力を手に入れられるみたいだな。この世界の人が力を得るにはお前みたいに簡単じゃないんだぞ。おかしいですね、それは。おかしいは神様にとって失礼だぞ。ここから西へ行くと自由の都モンドに行けるんだ。モンドは風の都市で、七神の中で風神を祀ってるんだ。心臓から力を得られるお前ならそこで神の手がかりを入手できるかもな。それとモンドには吟遊詩人がたくさんいるから、お兄さんの情報が手に入るかもしれないぞ。よし、じゃあ行くか。
この世界の元素はお前の祈りに応えたいい兆しだとオイラは思うぞ。よし、せい。元素スキルね。封刃。まだ使えないか。クールタイムね、クールタイム。ダメだ、遠すぎた。まあ炎だから拡散するのね、風で。風と共に去れ。これは七天神像にもらった風元素の力だ。はあ、オイラもこんなかっこいい戦い方ができたらな。ちなみにレベルアップはなんかね、アイテム使ってキャラのレベルを上げるみたいなんだけど、なんか開けって言ってんな。アチーブメント。あーなるほど、ここでなんかアイテム取れるんだ。受け取る。でこの原石集めてなんかね、課金用の石に交換できるのあるのかな。なのでこれもやってった方が良さそうですね。これ買うこともできるんだけど高いからね。まあ多分ね、1年ぐらいすれば多分ね、キャラ手に入りやすくなったりとかいろいろ出てくるんじゃないかなと思うんですけどね。まあ最初だけちょっとね、搾取すごいと思います。なんか確認しろって怒ってんな。まあ別に良いです。よし、ただマップもね、まあ見やすいからいいかなって感じかな。よし。で基本ね、これね、見えてるとこ全部登れるらしいんですよね。届かんわ。でこれでドラゴンが、なんだあれ、なんかでっかいやつが空を飛んでるぞ。森の奥に行ったみたいだ。気をつけて進もう。そうか、じゃあ気をつけて倒そう。宝箱やっぱ欲しいからな。まあ、大根ゲッツ、じゃがいもゲッツ、アウチ。なんか地味にね、なんだろうこれ、防御ってないのかな、防御。倒せば開くと。そう、経験値ゲット。これ使わないとダメなんだけどね、多分。まあデフォルトの主人公に使うのはちょっとどうかなと思うんで、ちょっと自分はちょっと保留ですね今のところ。なんか戦闘知識開けと。元素エネルギー獲得。まあ今のところこれしかないよ。あ、なんかあるじゃんここに。トカゲゲッチュ。なるほどね、なんかいるのね。やーやーやー。とりあえず、まあ、今回ちょっと寄り道しながらねやってきますけど、よし。さあここのアイテム取れるか。お宝箱とかないのかな。まあ、リセマラするんだったらね、なんかね、回収しなきゃいけないものもあるみたいなんで。よし、なんかいろいろゲット。モラっていうのはお金かな。経験値5000、これはありがたいね。1秒でも無駄にしたくない。まあ、とりあえずじゃあ普通に行きますか。もうちょっとスタミナね増えてくれたらありがたいんだけどね。なんかめっちゃキラキラしてる。
でも多分ね、このチートのどうにかしないと、多分ここはどうなのかな、ソロプレイだからローカルで処理してたらこういうの一撃必殺とかにされちゃうのかな、もしかするとっていう感じで、多分アンチチートがあるんじゃないかなと。でなんか、ね、ちなみにマルチプレイはね、ランク16かな、確かそこまで上げないとダメらしいんで、なんか5時間とかやってもまだできないらしいです。怖がらないで、安心して、僕は帰ってきたよ。あいつ、ドラゴンと話してる？あっ、誰？抜けなくてよかったぜ。さっきは何があったんだ？食われるかと思ったぞ。絶対あのドラゴンと話してたやつが関係してるよな。普通じゃないよな。ん？なんだあれ、あの石赤く光ってる？なんか選択肢選んだら近くで見てみようぜ。主人公喋ってほしいよね、そのセリフを。こんな石見たことない。なんなんだこれ。危ないってことだけはわかるな。とりあえず回収しておくか。よし、回収完了。急いでここを出よう。出ますか。そう、冒険者ランク3。一応これ任務ね、やっていけば上がるのか。ガチャ引けるまでにちょっと7いければいいんだけどね。ねえ、あんた待ちなさい。風神のご加護があらんこと。私はセピロス騎士団の偵察騎士アンバーよ。あんたモンドの人じゃないよね。身分の証明はできる？落ち着いて、怪しいものじゃないんだ。怪しい人はみんなそう言うわ。ここら辺の地域じゃ珍しい名前ね。それからそのマスコットは何なの？もちろん非常食だ。全然違う、マスコット。旅人よね。近頃モンド城の周辺で大きな竜が出没しているの。だから早く城に入った方がいいわ。そうだ、ここからモンドまでそう遠くもないし、ここは騎士の務めとして城まで送ってあげる。え、任務があって城を出たんじゃないのか？もちろん任務もあるわ。でも安心して、任務を行いながらでもあんたたちの身を守ることくらいはできるから。それに怪しいものを放っておくわけにもいかないからね。信用されてないな。客人に失礼じゃないか。あ、ごめん、優秀な騎士にあるまじき言動だったね。謝るよ。見知らぬその尊敬できる旅人さん。ぎこちない。騎士団ガイドで決められた言葉に不満でもあるの？任せて。ちなみにアンバーの声、あの白猫いうところのエレノアと一緒ですね。これスマホだったら結構 ね、まあ、難しいんだよね。旅人さん、何しにモンドへ？何しに？遠い遠い旅の途中で兄と離れ離れになってな。
オイラはこいつと一緒にその兄を探してるんだ。へえ、家族を探してるのね。で、キャラ画面、これね、はい、新規。これなんか使えんのかな。これ装備品か何か。まあ、つけとこ。あ、てか今のところで声優見れるんだ。結城葵だったっけ。そうだ、今請け負ってる任務が片付いたら城内にお知らせを。そういえば任務って何なんだ。簡単よ、見ればわかるわ。あ、壊せんのかこれ。鉄の石、鉄の塊、嘘だ。で、これなんか登る臭いんだけど、こんな感じでね、一応ね、これジャンプいけんじゃねえかよ普通に。え、結構えぐくない今の登り方。まあいいや。おっと、あ、ヒルチャール。逃がさないで。先にこっち。じゃあ行きますこれで。まあ PUBG とかこういうのやってる人は良いだと思いますけど。おら。で、炎あるんで、荒野の化け物が風と一緒で近づいてきてるの。今回の任務はその巣の掃除よ。しょうがねえな。燃えるがよい。ただこれちょっとターゲットがね、やりづらいっちゃやりづらいな。ウサギ伯爵、はい、ターゲット、ターゲット取り、ターゲット取り。よし。楽勝楽勝。でもあんたも戦えるなんて思わなかった。支援ありがとう。ねえ、戦ってどう思った。まあまあかな、もうやってるからね。最初にアメリカサーバーで。なんでこんなところにヒルチャールが現れるんだ。こういう奴らは普通都市から離れたところに巣を作るよな。そうね、本来だったら荒野にいるはずね。でも最近風魔竜が頻繁に出現するようになって、キャラバンのルートに影響があったの。暴風が発生するたびに怪我人も多数出るし、騎士団はその被害から守らなくちゃいけなくてね。だからこいつらの活動範囲もだんだん城の方に。そう、でも今日また一つ巣を片付けられたから進展はあったわ。さあ私についてきて。真面目で優秀な騎士があんたたちを城まで守ってあげる。あ、でこの冒険者の羽が確か飛べるやつだった気がするな。今いけるかな。あ、どこで装備するんだっけな。そうで、これね、ガチャでダブったらこれ成長できるよってやつなんだよね。 0.6% でダブるって無理でしょ普通に。もう結構えぐいんだよね。だからどうやってんだっけな。あ、ちなみにこのメールね、何そう、ここでお受け取りくださいっていうのがあるんで。しかもさ、まあ、BR がさ普通にさタグ残ってんじゃん。開業タグやばいね。消そうぜって感じだよね。で、あとこのデザインね、だ PS4 版もなんかね、なんか限定のこの羽デザインがあった気がする。で、事前登録300万達成商品で、ほらこの星5個のアイテムあるっしょ。これがガチャで使う石ですね。いわゆる出会いの縁ってやつかな。
まあ、もう少し、うん、普通に進んでいこう。マップって拡大できないんだっけな。ここか。なるほどね、こんな感じで鍵ついてる。鍵選択したら、どっか行ける？あ、ワープできんのね。なるほど。まだ一個しかない。なんか直前になんかなかったっけ、ここら辺。まあいいや。よし。なんかこのね、宝箱とかいろいろあるから、その辺もね、取っていかないと。あー、なんかワープあるな。キノコ。次は何作ろうかしら。ん？君たちも冒険者なの？通りすがりの旅人だよ。料理の準備か？旅人さんね、いらっしゃい。私はリン、冒険者協会所属、サバイバルのプロよ。見ての通り料理を研究してるの。腹が減っては冒険ができぬというのがサバイバルの心得の第一項目だからね。ピクニック、オイラも大好きなんだ。オイラの仲間も料理が得意だぞ。そうだろ。え、これ何なの、この漢字は。これ翻訳ミスってますよね。簡単なものしかできない。そうなの。鍋の準備はできてるから腕前を見せてみて。サバイバルのプロ直々の指南を受けられるチャンスはめったにないわよ。キノコと肉が桶に入っているから、それで鶏肉と野生キノコの串焼きを作って。まあ翻訳も大変だと思うんだけどね。料理してみるか。串焼きと何かを作ってって言ってなかったっけ。完璧。よし、 OK。さあ、いっかな。じゃあ、さよなら。いや、ちょっと待ってね。こういうのってさ、こっち？お知らせじゃないな。なんかお知らせいっぱい増えてんな。うん、ログインボーナスみたいなのあんのかな？待てよ。任務ね。料理のコツ、鶏肉と野生キノコの串焼きをリンに渡す。これやっておこう。いや、やっぱりやっておこう。鶏肉と野生キノコ、あ、これね、これ渡すのね。おい、ちょ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 い、お話ししたいんだが。重量すごいな。3万あるよ、3万。キャラはこれ、あー、バフ。今んとこれしかできないのか。完璧。はい。じゃあ、これどうやってさ、どうやって渡すの？腹が減っては冒険ができないのよ。このさ、あの、お話のかけ方がよくわかんないんですけど、どうやる？料理しか選べないぞ。これちょっと参ったな。いや、俺なんか串焼き作ったもんね。作ったはいいんだよ。報酬なんかもらえるもんね。どうやって話しかける？リンさんにサボっているところを見つ、あ、来た来た。もうできたの？うん、いい匂いがするわ。ではいただきます。召し上がれ。まずい。ごくり。うん、思ったより美味しい。君やっぱりセンスあるわね。そうだろう。
君の腕ならもっと難しい料理に挑戦してみてもいいわよ。私の荷物に生の食材がまだ少しあるから君にあげるわ。料理え、いいのか？お前が食べるものなくなっちゃうぞ。大丈夫よ、野外探検で食材はたくさん手に入るから。君たちも周りをよく観察することね。それから鹿狩りで食材と料理を販売してるから、時間があるときに寄ってみるといいわ。うんうん、情報ありがとう。っておい、おいらにも鶏肉と野生キノコの串焼き残しといてくれよ。お、これやってよかったのかな。ランクは分かんないけど、とりあえずじゃあ行きますか。あとなんかそれ、うん、もう7まで行きたいんだけどね。一応ね、こういう壁も登れんだよな、不思議なことに。もう絶対おかしいでしょこれ。モンゴへようこそ。ようこそ？あ、フルボイスじゃないこいつ。で、ここね、iPhone カッチカチに固まったから、普通にここめっちゃフリーズした。セピロス騎士団に守られてやってきた旅人さんたち、モンドへようこそ。やっと野宿しないで済むな。でも城内のみんなはあまり元気じゃなさそうだ。最近みんな風魔竜の剣で頭を悩ませてるからね。でもジンさんがいればきっと全てうまくいく。ジンさん？セピロス騎士団の代理団長ジン、モンドの守護者だよ。ジンさんが一緒なら風魔竜レベルの災害でもきっと打ち勝てるはず。それはすごい人なんだけど、知ってるといいな。そうだ、一緒に騎士団本部へ行く前にあなたに渡したいものがあるの。さっき一緒にヒルチャールの巣を片付けてくれたお礼だよ。おいおい、オイラにはないのかよ。パイモンちゃんには使えないものだからね。でも今夜はモンド名物の人参とお肉のハニーソテーをご馳走してあげる。人参とお肉のハニーソテー。とにかく私についてきて。今から高いところに行きましょう。で、この高いところに行ったら、あのね、飛べるようになる羽をねもらえるということで。リカーブ棒、ちなみにね、あのガッチャはね、国勢っていうキャラが一番当たりみたいで、なんか普通にアカウントめっちゃ高く買われてるらしいですね。まあ自分はあまりこだわらないんで普通にありますけど、いつかね、天井があるからいつか星5は引けるだろうということで90連いるけど。普段この辺は賑わってるんだけど、最近は風魔竜のせいで商人や旅人がめっきり減ってね。でも曲がり角にある酒場はあまり影響を受けてないみたい。むしろいつもより繁盛してる。まあこんな感じでね、サクサクっと登ってた方が早いかな。いやでもこの壁登れるのはちょっとさ、なんかちょっと強引すぎるよね。これどうやって掴んでんだよって話で。どこだ目的地は。任務、待てよ、ピン打ってる。そう、この上なんだよ。
通にこう回り道してもいけるとは思うんだけど、これなんかキラキラしてんじゃん。なるほど、これを通っていけばまあ普通にたどり着くよってことか。なるほどね。よし、ここの歌は死に満ちている。それでお礼っていうのはね、じゃーん、風の翼よ。偵察騎士はこれで空を駆け抜けるの。モンドに住む人たちもみんなこれを愛用してるんだ。ここに連れてきたのはあなたにこれの良さを体験してもらいたかったから。随分と熱く語るんだな。風はモンドの魂だからね。さあ早速風の翼の性能を試しましょう。操作は簡単だけど指示はちゃんと聞いてね。でね、あと飛ぶだけですね。なんで簡単、まあ滑空するだけなんだけど、これね後で普通に飛び回ってたね。真似しないでくださいって書いてあるけど、いねえだろこんなことやるやつ。死ぬじゃん普通に。嘘。あ、できないけどね。僕が千年の流風に助けてもらったんだ。でこれで敵の HP がね禁止になるまでやります。倒せはしないんだけど、まあ、地味に削るだけだね。意味ないんでちょっとやりづらいかな。戦えるほどの力を持っているとは、我々の客人となるか、それとも新たな嵐となるか。風魔竜が城内を襲ってる。ガイア先輩、旅人さん、ちょうどよかった、一緒に。待てアンバー、見たことない奴がいるんだが。ああそうだった、こちらはガイア先輩、私たちの騎兵隊長なの。この人は遠いところから来た旅人さん。遠いってことしかわからないのか。ことの経緯はこう。
なるほど、モンドへようこそ。しかしこんな最悪なタイミングで来るとはついてないな。俺にもわかるぜ、血縁者と離れ離れになる辛い気持ちがな。それからなんで風神を探してるかは知らないが、誰にでも言いたくない秘密はある。お前もその口だろう。だから聞かないでおいてやるぜ。とにかく騎士団を代表して礼を言うよ。まあ、どういたしまして。ところでお礼はないんですかね。モンド名物の人参とお肉のハニーソテーでもどうだ。いや、もっと他のがいいです。さっきの風魔竜との戦いで守られた市民は全員お前たちの活躍を目撃した。代理団長もお前たちに興味があるみたいでな。騎士団本部までどうか来てくれないか。でキャラ外観の変更ですね。よいしょ。でこれで羽をねゲットしたやつで買えると。でこっちは PS4 の人だけなんだけどね、ちょっとこれないんだけど、まあ、リセマラできないから、まあ、その代わりにみたいな感じかな、もしかすると。まあ、PSN の ID 作ればいいんでしょうけど、それ何回も作るわけにはいかないと思うんでね。とりあえずこっちの羽かな。よし。で、あとは、あ、そうそう、これか。で、これ装備されてるかな。よし、このとこか。ではでは。で、そろそろね、もうちょっとね、ガチャのところなんだけど、うん、まあ、ランクは7いかなかったね、今回は。おっと。おっとさん。よいしょ。飛ぶぜー。ここが騎士団の本部みたいだな。入るか。ここが騎士団の本部。なんかこのね、選択肢が複数ある時の選び方がよくわからん。ジン、焦りすぎよ。ここで迎えるって話じゃなかったの。風魔竜は場外でも活動しているようだ。会ったらなるべく早く。焦る必要はないわ。私も協力するから。代理団長様、連れてきたぞ。と、ここまでの経緯はこんな感じだ。なるほど、モンドへようこそ。風と共に訪れし旅人よ。私は代理団長のジン、こちらはリサ、騎士団の図書館司書だ。あら、人手不足を手伝いに来たよい子ちゃんかしら。かわいいわね。ただタイミングがあまり良くないわ。風魔竜が目覚めてからずっとこのモンド周辺をうろついているの。ここ一帯に大きな混乱をもたらしているわ。おまけに今のモンドは元素の流れと地脈の循環が子猫ちゃんが遊んだ後の毛糸玉みたいになっていてね。魔法使いにとっては最悪な状況よ。肌も気分も調子悪いわ。それがなければ尋ね人の張り紙を出すよりも騎士団がもっと効率のいい方法で君たちを助けられるのだが、もうしばらくモンドにとどまっていてくれ。セピロス騎士団が問題を解決してみせるから。よし、それじゃあね、お任せしようか。宿はどっちなに。おい、サボるなよ。
オイラたちも手を貸すべきだぞ。余計なことを言いよって。じゃあ作戦を練るとするか。風魔竜がモンドに攻めてきたことで、逆に災いを集結させるきっかけを与えてくれた。それとリサの魔法で探査したところ、モンドを包む暴風の源が分かったんだ。ほう、どこなんだ。放棄された四風守護の神殿よ。風魔竜があの暴風を引き起こせたのは、そこに残った力のせいなの。私たちの目標は、放棄された4つの神殿のうちこの3つだ。3つだけの理由についてはみんなも分かっていると思うが。分からないんだけど。後でまた聞きましょう。セピロス騎士のみんな、時間は限られている。暴風が猛威を振るっている今、守るだけでは意味がない。この災害がさらなる拡大をする前に神殿の遺跡へと向かおう。でここでこの祈願っていうねガチャ解放されます。でショップで集めたスターダストと、そうガチャやった後にスターダストっていうのが手に入って、それなんかやるのかな。待って、ショップ、これか。610円0銭。ほほーん。あ、ここで スターダスト交換するのね。これをやっておかないとね。ほら、あ、ちょっと待って。そう、ガチャで出てきたスターダストでまたこの出会いの縁っていうので交換して、まあガチャやると。まあこれんだね、忘れないでやっておこうかなって感じですがね。経験値よりも、やっぱガチャだね最初。やっぱりね、これどれくらい手に入るかだね問題は。でこれは、まあ、持ってないからどの道できないんだけど。アンバー残り2日。え、2日なの。ランク35になると解放。えぐいなこれ。2日でここ、まあここはまあ2日の制限ないけど、もうきっついだろこれ。原石購入、これいくらするんだろう。まあいいや。あとは、いや、ここで、結構いい値段してるな。12000円で6480個。プラス、2倍。あ、今は多分セールなのかな ?2 倍か。初回チャージ2倍ボーナス、1回のみ。まあ、高いんでね、ちょっとそれはないかなと。まあ、とりあえずじゃあここでね、確かランク7になるようにできれば、まあ、リセマラとしてはいい感じかなと。これからの冒険はますます危ないかもしれないから、ちゃんと準備しておいた方がいい。でここレベル上げんのかな、どうしよう。じゃあまあせっかくなんで、ちょっと今回はじゃあキリがいいのでここら辺にして、じゃあ鍛冶屋に行ってみようか。一旦じゃあガチャ引きましょうか。で初心者応援祈願、まあ、今回はねこうノエルっていう星用のキャラが絶対手に入るんで、まあ、これやろうかなと。待てよ、自分今アイテム持ってる、手持ちのアイテム11個あるね。で引けるんで、ちなみにね個人的にこのガチャの右に映ってるやついると思うんですけど、その左手で顔に当ててるやつね、フィッシュルっていうキャラで、これ内田真彩さんがね、声入れ担当してて、もう完全に中二病の高梨立花なんだよ。まんまなんだよね、本当に。なんでちょっといいな、このキャラ欲しいなって、星4なんだけど確かね、いいなって感じなんだけど、まあ、こっちはなんかまあ武器がピックアップなのかな。で、これが、常設ガチャ。ジン、まあ別にいいかな。まあ、やっぱね、普通に当たりは、国勢なんで、
詳細見れるのかな多分。あ、こっちはマウスでやってねってことか。国勢ね。まあ、常設なんで、天井を含む喪失幻覚率は 1.6%。天井の説明とかあると思うんだけど、まあ、気になる方はね、自身で遊ぶときに確認してみていただければなと思います。まあ、フィッシュルが 5.1%。このキャラクター欲しいね。ただ、武器もね、一緒に闇鍋ガチャなんで、それがちょっときついな。ちょっとしかも翻訳がちょっとちゃんとできてないよね。きつい。まあ、そのところでじゃあ、今回は初心者応援ガチャやっていきましょう。必ずあなたをお守りします。キャラ来いよ、キャラ。あ、ダメだな。これはダメだ。あ、で、このスターダストね、来るでしょ。これね、集めて交換して、また、っていう感じでね。いやー、やっぱね、星5はきついか。0.6% だもんね。で、この実質配布キャラ。ノエル。まあ、きついな。で、このガチャがね、渋すぎるせいで多分ね、もういいわってやめると結構いるんじゃないかなって思ってんだよね。まあ、貯めとけば、ショップで交換できます、というところで、じゃあ、お知らせも、まあ、もらったし、ね。じゃあ、今回いいとこなんで、ここら辺にして、また次回、じゃあ、行きましょう。あ、メール来てんね。アンケート、原石、くれますってか。はい。そんな感じで、じゃあ、今回はここまで。よかったら、ぜひコメント、評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。今回はこの辺で。